こんばんは。12月26日土曜日の夜でございます。平山茂と申します。いや、土曜日ですね。いかがお過ごしですか皆さん。私は今日は朝からですね、引っ越しの準備ということで、ちょっと冷蔵庫と洗濯機をですね、リサイクルの処分に行ってまいりました。自分で持ち込みという形でね、朝一車に重たい冷蔵庫と洗濯機をですね積み込みまして、お昼からは、カフェで、よく行くね祐天寺のカフェでゆっくりさせてもらいました。ちょっと長く居すぎたかもしれませんけれども、いい休日を過ごさせていただきました。今からちょっとね、もう一個カフェに行きたいなと。またこれから、今からまたカフェに行きます。先ほどは祐天寺のラフラフコーヒーというところに行ってたんですけれども、今度は自由が丘のセキルバーグカフェに行ってみたいと思います。こちらのセキルバーグカフェもね、本当に、この4年間本当によく通わせていただきまして、まあ、ここに通いたくて僕は自由が丘に引っ越したっていうのもあるんですけれども、店員さんにね、仲のいい店員さんにちょっとご挨拶をしに行こうかなと思っております。いや、冷えますね。皆さん体調管理気をつけてくださいね。私は喉はね、まあ喉まだ違和感ありますけども、痛いっていうところまでは行ってません。完治に向かってます。で、こっちの唇の内側はですね、まあしっかりと痛いです。大丈夫だよ、大丈夫だ、大丈夫。いやトイレ行きたい。トイレに行きたくなった時の対処法その1、暖房をつけよう。暖房をつけよう。特にね、冬場ですよ、冬場。おしっこに行きたくなった時の対処法その2、シートベルトをちょっと緩めよう。膀胱への刺激を減らす。あとベルトね、ベルトがかっちりしまってる方はもうちょっとベルト外して、ちょっと膀胱をちょっと解放させましょう。車内でおしっこがしたくなった時の対処法3、小刻みに腰を前後する。あ、いいですね。効いてます。収まりましたよ。はい。この、まあ、腰を振る状態ですね。この、座りながら、前後に腰を振る。これは何気に、まあ、ちょっと外から見たら変な人と思われるかもしれませんけれども、非常に効果的です。この以上の3つを、守っていただければ、あなたのおしっこは止まります。そして今私は止まっております。先ほど結構やばかったです。暖房をつけて、シートベルトやベルトを緩める。シートベルトがね、緩めるの大変だっていう人は、まあこう手で緩ませて、こっちでこの左手の方でちょっとたわませた状態でね、キープしておくと。で、その間にこの腰を前後に振ると。この椅子に座った状態でね。ああ、これが一番効くかもしれない。でも暖房も大事。こう寒い、ブルブルっていうのをなくす、ね。これでもう大丈夫だよ。車内でおしっこがしたくなっても大丈夫だからね。いやー、大丈夫だ。いいよ、収まってるよ。あと、3分ぐらいで家に着くかな。で、家に着いて、トイレに着いて一番ね、気が緩みますから、本当に。その直前で漏らすっていうパターンよくあると思います。僕も何度もこの人生で経験してきましたね。本当に最後の出す時まで本当に集中を切らさず、そして例えばね、コンビニに駆け込むよっていう時も絶対に油断しないでください。あ、コンビニだと思ってね、気緩ませてそこでもう出ちゃうっていうパターンもあります。で、店内に入ってからも油断はしちゃダメです。
赤になってる時ありますからね。なのでコンビニ行く時はもう想定しておいてください。多分トイレは空いてないって、先にそれを想定しておいてください。空いてないと思うけど一回見に行こうっていう感じにしといた方が、いいですよ。本当にそこでもう心が折れて出ちゃうっていう可能性ありますからね。それは常に想定しておいてください。なので僕3分で家着くと思いましたけども、まあ10分は持たすぞっていう気持ちで今腰を動かしてます。大丈夫ね。いやー大丈夫だよ。今日はこういう大丈夫だよですいません。たまたまちょっとね催してしまったんで。信号か俺早く。さあということでね、この以上の3つを守っていただければ、車内でのね、急に催した時の対処法ということで本日お届けしましたので、ご参考にしていただけたらいいなと思います。そしていざね役に立ったよっていう方はぜひこのコメントでいただきたいと思います。いいよその腰の振り教えてもらって助かったって、そんな方がいたら嬉しいなと思います。うん。さあ早く行ってくれ。さあ焦ってはダメですね。もう多分いけると思いますので、今日はこれぐらいでお別れしようかなと思います。私は無事にトイレに行くことができるんでしょうか。続きはまた明日ということでよろしくお願いいたします。それでは皆さんいい一日をこの後も過ごしてください。また会いましょう。おやすみなさい。平山茂でした。